皆さんこんにちは。稲妻エデュケーションの日向キャンです。お久しぶりです。オイルっていうのはどうですか？あ、皆さんスラングの話戻りますよ。すいません。スラング、もう一個目はあいつ。皆さん、あいつ聞いたことありますか？あいつ嫌い、あいつ何してんだ、うん、よくね、ちょっと嫌いな人とか、うん、敵に対してあいつって言います。あなたはお前でしょ、あの人はあいつって言うんですよ。でも冗談で仲のいい人とか兄弟のことをあいつって言ったりしますけど、嫌いな人に対してもあいつって言います。あまり丁寧な言葉じゃないですね、うん、私もよく言いますよ。弟に対してあいつ全然勉強しないとか、あいつ何してんのとか、うん、でもね、外国人はね、使ったらさ、嫌いな人に対してあまり使わない方がいいよ。うん、あいつ嫌いな人とか親しい人とか使います。お前みたいな感じかな、うん、でもお前より使うのが難しいかな。本当？日本語の N3 持ってる？私がベトナム人に見えるのでしょうか。毎日あいつって言ってる。そうなの？仲のいい人に対して使ってもいいよ。私は毎日日本人と話してでもまだ上手じゃない。どう？毎日日本人と話してわからない言葉を積極的に勉強しないとダメですね。稲妻で会話の勉強したら、教材があるので上達も早いんだけど、ただ会社とかバイト先、学校で日本人と話しても正しい日本語は、うん、覚えられないですよね。自分の力で積極的に勉強しなければいけませんね、うん、じゃあ次。甘いは2つ意味があります。一つは、のっ、のっ、わ、このお菓子、のっ、のっ、のっ、味で言う甘い、うん、とか、恋人、ロマンチックな恋人に対して甘い、とか、そういう意味で使われるし、もう一つは、未熟、騙されやすいとか、未熟な人に対して、あいつの考えは甘いなって言ったりします。未熟な人、うん、N3 持ってていい給料、いい給料がもらえると思ってるの？その考えは甘いよ。ちゃんと考えて。甘すぎ、考えて、うん、そういう時使います。あいつは古い恋人ですか？あ、古い恋人、古い恋人と言わないで、前の恋人って言ってください。まあ、前の恋人に対して、あいつっていうこともあるけど、それは仲が悪いとか、逆に仲がめっちゃいい時とか、使います。例文だったら、あいつもう彼女できたの？私と昨日別れたばかりなのに、あいつもう彼女できたの？許せない！って感じですかね。ウェン・フォンさん、先生は日本人ですか？ベトナム人ですか？私は初めて先生のライブを見ますから。どうでしょうか？じゃあ私の日本語とベトナム語を聞いて考えてみてください。こんにちは。私はひなきキャンです。よろしくお願いします。しんちゃんかっぱん。といてんらひなきキャン。といでんとにゃ。私はベトナム人ですか？日本人ですか？もうわかりましたね。
すいません、そんなこと聞かないで。先生、とりあえずいつ使いますか？とりあえずはね、例えば明日雨だけどどうしよう。とりあえず待って、あ、雨降ってる、うちに帰れない。とりあえず傘を買おうか。やることはいっぱいあるけど、まず一番先に何々しようっていう時にとりあえずとか使いますね。他のことは置いといて、とりあえずこれしようとか。この会話はお加減があります。おじとめいが。え、ちょっと待ってね、字がちっちゃくて見えないよ。もしもし、おじさん、かおりです。あ、かおりちゃん、久しぶりですね。はい、ご無沙汰しちゃってすみません。昨日、母からおばさんが入院って聞いたんですけど、お加減いかがですか？お加減いかがですか？初めて聞いたんだけど。ああ、そういう時使うんですね。それはもちろんいい意味ですけど、悪い意味でお加減、いい加減にしてですね。悪い意味で加減を使うんだったら、いい加減にしてと言いますね。いい加減にして、もう関わらないでっていう感じ。なるほど。あれ、でもコメントが打てなくなりました。すいません。いい加減にしては悪い意味です。ネパール人じゃないですか？ナマステー、ソーリーハー、タイ人です。浅いと甘いの意味は同じですか？全然違います。じゃあ次。別に、別に、別にはどうやって使いますか？これはね、冷たい返事の仕方です。返事をするとき、別にって言うんだけど、ちょっと冷たいです。例えばね、ねえねえ、ひなきちゃん、怒ってるの？別に。別に。って感じ。とか、ねえねえ、ひなきちゃん、好きな人いるの？別に。別に。とか、そういうときに使います。まあ、答えたくないときとか、答えをごまかしたいときとか、怒ってるときとか使いますね。ねえ、ひなきちゃん、ごめんね。怒ってる？別に。とか、ねえ、ひなきちゃん、恋人できたの？いや、別に。ううん、別に。とか、そういうとき使います。ハムカオジー、ハムカオジーかな？ベトナム語と、ホンコージーとか、タクスホンコージー、タクスホンコージー、ホンコージー、別に。なんかあった？別にとか。ちょっと冷たい言い方になる。今先生どこにいるんですか？今、うちにいます。先生がスケベ。スケベじゃないよ。あ、皆さん、スケベ。意味わかりますか？スケベ。最近、あまり使われなくなったんだけど、変態って意味ですね。変態、スケベ。ですかね。じゃあ、皆さん、これ知ってる？ゆきち。ゆきち。ゆきち。あー、今日ゆきちしか持ってない、細かいお金持ってない。ゆきちというのは1万円札のことです。ひなきちゃん、彼氏いるの？うん、いるよ。ゆきち、意味は私の彼氏はお金です。そういう意味。ゆきち、ひなきちゃんにとって大切なものは何ですか？ゆきち。
諭吉は1万円札のことですね。まあお金のことですね。大きなお金のこと。1万円札のおじさん、1万円札に載ってるおじさんの名前が諭吉さんなんですよ。諭吉さん。だから諭吉って言います。皆さんも使ってみて。アインコウンゴイユチはほう、諭吉。私はお金が恋人ですって感じですね。面白いでしょ。諭吉先生ムチムチ、ムチムチどころじゃないよ、もうベオだよ、ベオ。沖縄に戻れ。やだ、まだ戻りたいで、まだ戻りたくないです。私はいつもお金がないので野口しか持ってません。私は今ベトナムにいるのでホーチミンさんしか持ってません。ベトナム人もさ、お金のことをホーチミンとか言わない？日本もね、お金のこと、例えば千円札だったら野口とか、一万円札だったら諭吉とか言うけど。うん、皆さんは言いませんか？ベトナムで。そう、諭吉さん。そうそうそう。諭吉。ねえ。私、諭吉持ってないよ。日本にいないし。ホーチミンだけ持ってる。うん、じゃあ次。買い？買い？わかりますか？例えば、これ食べるかい？とか、何ですかい？これはちょっと変な言い方かな。何ですかい？とか、食べるかい？明日は休みかい？うん。話し言葉なんだけど、これも男性が使うイメージ。特におじさん。食べますか？の代わりに、食べるかい？とか、帰るんかい？とか、喉乾いてるんかい？お腹空いてるんかい？って言ったら、うん、日本人っぽいですね。でも女性あんまり使わないかな。うん。諭吉ですか？そうですよ、諭吉。諭吉。そう、どんどい。マジは本当です。そうそうそう。マジ。マジ最悪。本当に最悪。マジ天才。本当に天才。うん、ダートンさん。先生が熱心に教えていただきありがとうございました。ありがとう。こちらこそどうも。元気かい？あ、そうそうそう。元気かい？最近どうだい？どうだい？だいも使うね。最近どうだい？元気かい？じゃあ次、これは？キモい。キモい。キモいんだけど。これはね、若い人も使うし、結構年齢関係なく使ってるイメージ。まあ、お上品なおばさま、おじさまとかは使わないけど、でも意味は誰でも知ってるよ。キモい。キモい。ゲーコア。ゲーコアですね。キモいは気持ち悪いの略語。うん、よく若い人使いますけど。キモい。キモい。人にも使えるし、物にも使えるし。虫とか見たときに、いやー、キモーいとか、変態に会ったとき、キモい。お前、キモい。で、ただ、気持ち悪いっていう意味じゃだけじゃなくて、嫌いな行動とか人に対しても使えます。例えば、嫌いな先生とか、先生キモい、あの先生キモいとか、よく子供たち言うし、あと、浮気した人、浮気ってキモい。浮気、あいつ浮気したの？マジキモいとか。うん、気持ち悪い、そのままの意味だけじゃなくて、嫌いなことに対しても使えます。次、むずい。むずい。N1 むずいんだけど。N1 むずい。N2 もむずい。てか、日本語がむずい。
日本語がむずい。むずいっていうのは、難しいって意味ですね。皆さん、日本語むずいですか？マジむずいよね。私もむずい。私も日本人だけど知らない言葉いっぱいある。マジ日本語むずい。むずいですね。むずいらほ、ほ、ほ、こわ、うん、先生、首里城って悲しいですね。うちなんちゅの心の支えなのに、ずんずーい。そうそう。おとといだっけな？そのニュース見てすっごい悲しかったです。ね。皆さん、沖縄に遊びに来てくださいね。まだ首里城焼けちゃって元に戻ってないんだけど、超むずい、そう。超むずい。うん。むずい、キモい、うざい、うざい。うざいはね、鬱陶しい、うるさい、嫌いの意味も入ってます。先生、うざい。あいつうざい。うん。そんな感じ。OK？ 皆さんわかりましたか？キモい、うざい、めっちゃ、めっちゃ美味しい、めっちゃ、わかりますね。めっちゃ、とてもですね。おもろい、おもろい、おもろいは面白いですよ。大阪の言葉です。あんたおもろいなぁ、とか。ベトナム語おもろい、とか。面白いって意味、おもろい。おもろいの逆は、おもんない。おもんない。おもんない。おもろい。おもんない。です。おもんないは、面白くない。うん。そんな感じ。ツンデレ。ツンデレ、知ってますか？ツンデレ。ツンデレはね、なんか、学校とか会社では冷たい感じ。なんか、もうちょっとあっち行ってよ。ね。今学校だから勉強したいからあっち行って。でも二人になったら、ねえ、手つなぎたい。そういう子？ツンツンしてて、二人の時はデレデレしてる子。ツンデレ。そういう子をツンデレって言うし、他にも、なんか、態度は冷たいんだけど、言葉が優しい、デレデレしている子。例えば、怒りながら、ねえ、大丈夫？早く帰ってよ。今日寒いからちゃんと服着て。お前のこと好きじゃないから。みたいな。だから、態度とか声は冷たいんだけど、本当はめっちゃ好きで、声とか、言葉が優しい。そういうこと、そういう人に対してツンデレって言います。うん。だからね、いつも冷たい態度だけど、行動とか声が優しい、言葉が優しい人に対して、お前ツンデレだな、って言ってみてください。ツンデレ。もうちょい。もうちょいじゃなくて、もうちょいね。もうちょい。もうちょいはもう少しって意味。もうちょいら、もうちょっ。もうちょっ。もうちょい。うん。そんな感じ。皆さんもっと日本語のスラングを勉強したいですか？日本語のスラングを勉強したい人は、稲妻エデュケーションで会話の勉強しましょう。ね。稲妻エデュケーションでは、日本人の先生が日本語会話を教えてくれますよ。ぜひ、稲妻エデュケーションで会話の勉強しましょう！ね。スカイプで勉強するから、時間とか場所とか、あまり関係ないです。結構自由ですよ。うまい！うまいも美味しいという意味ですね。こう、ビールを飲んで、ああ、うまい。うまいと言います。私ビール好きじゃないんだけど。うまい。もっと砕けた言い方は、うんめえ。うんめえ。ですね。うまい。うんめえ。と言います。
上手に対してもうまいね。ひなきちゃん、日本語うまいね。絵がうまいね。とか言いますね。なんだっけ？なんだっけ？あの人の名前、なんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？というのは、何でしたかな？何でしょうか？何か思い出せないときに、なんだっけって言います。アイラ、アインジ、アイラ、アイ、テンラジ、思い出せないとき、なんだっけ？なんだっけ？エムクエンゾイ、エムホンニョロ、なんだっけ？と言います。なんだっけ？あの人の名前なんだっけ？あ、そうそう、スントゥン MTP、って感じ。なんだっけ？それに似た言葉、なんちゃって、なんちゃって、わかりますか？なんちゃって。これはね、嘘をついた時とか、冗談を言った時に使います。例えば、アイナーイ、アイのことが好きだよ。なんちゃって、嘘だよって感じ。なんちゃって、あ、嘘だよって意味。冗談だよって意味かな。アイのことが好きだよ。なんちゃってとか。なんか、面白いこと言った時とかも使うね。今、例文が思いつかないんだけど。気持ちは？気持ち？気持ち。心のことですね。あなたはベトナムで何をしていますか？結婚しています。空気が読めるってどういうことですか？周りの雰囲気とか行動をよく観察して馴染むようにすることです。目立たないようにすることです。日本人はね、昔忍者だったから、すごい空気読むことがうまいの。自分の個性を消すことが上手なんですよ。先生の名前はなんだっけ？先生の名前なんだっけ？私の名前はなんだっけ？あ、そうそう。私の名前はひなきちゃんでーす。はい。ちゃう。ちゃうは何か意味ありますか？ちゃうは大阪の言葉で違うって意味。ちゃう。ねえ、この子誰？この子誰？浮気してんの？ちゃう、ちゃう。それ違う。私のじゃないよ。ちゃうちゃう。違うって意味。ちゃう。先生、ちょえん、ほい、ねあのラジ。ねあのねあのラジ。ねあの、ほんびえた。とんらい。つまり。日本はどこに住んでますか？私の出身は沖縄です。皆さん、昨日ハロウィンの、なんかどこか行きましたか？ハロウィン。私はね、ベトナムにいたから、ハロウィンくっそつまらなかった。来年は、ハロウィンはね、日本に帰ろうと思います。まずさ、衣装がどこに売ってるかわかんないから、ハロウィン楽しめないよね。日本で、あ、これ言ったね。I love you! 最近プロポーズが多いな。オッケー、なんだっけ、なんちゃって、むずい、キモい、かい？教えました。他にも皆さん聞きたいスラングありますか？何があるかな？どけ！どけ！どけ！どいてください。ですね。でも友達同士でよく使います。どけ！ちょっとどけ！とか。冷たい言い方でも、どけ！って言います。ひらがな、り、ばん。ひらがな、り、ばん。
渋谷行った？私もハロウィンのさ、なんか、コスプレとか衣装着てさ、やりたかったけど、ベトナム無理でした。あ、皆さん、このライブをシェアと、ライクと、コメントお願いします。はい、シェア。はい、ティ。はい、コメント。よろしくね。先生、かわいすぎ。褒めすぎ。なんでかわかる？まつエクスタンだよね。じゃあ、まつげで空飛びそうじゃない？このまつげ。昨日、沖縄で大火事があったね。そうそうそう。首里城でしょ？やばいよね。怒っている。いけ。どけ。ベトナムの料理は一番好き？なんですか？一番好きなベトナム料理は、タオフォー。タオフォーチャンチャオ。フォークオン。バインダーコア。ウンボウエ。いろいろです。もう、なんでも好き。あ、でもね、チャオロンとか、ティッチョーとかは、あまり好きじゃない。沖縄か、島じゃないか、遠いね。遠いけど、遊びに行ってよ。何、ベトナム語で、ノイトンライですか？ノイトンライだじ。遠い、ほんびえ、ぴんびえ。ぜとんばい。おごうさん、意味がわからないです。おごうさんって何？私もわかんない。汚れが落ちない。え、それもちょっとわかりません。汚れが落ちないじゃない？汚れが落ちない。汚れが落ちないっていうのは、綺麗にならないってこと。めっちゃ可愛いです。褒めすぎです。ティッチョ？そう、ティッチョ？ホンゴン。タピオカは草。ウェンはホアンさん。あなたすごい日本語上手ですね。日本人はね、最近ね、草ってよく使います。草。草。草っていうのは、それ面白いって意味。例えば、ベトナム人なのに、ベトナム語わからないの？草。とか、ベトナム語わからないのは草。とか、言います。草。道に生えてる草のことね。汚れが落ちないら綺麗にならないです。草。草ってだけでも使えますよ。例えば誰かが変なことしたとき、草。でもね、話し言葉じゃないです。これはね、SNS だけでよく使われます。実際に話すとき使えませんね。インターネットのスラングです。先生は日本でどこから来ましたか？トイデントゥ沖縄、タイムフォー沖縄、沖縄から来ました。やだ、どういう意味ですか？やだ、ホンって嫌い。どういう意味？ホン、やだ、無理もホン。無理はね、いろんな嫌いな気持ち、嫌な気持ちを一言で表した言葉。だから、彼氏、嫌いな人が、俺と付き合ってくださいって言われたとき、無理ってだけ言っても、意味がわかりますよ。あなたが嫌い、あなたと付き合いたくないの意味をまとめて無理。だから、とっても冷たい言い方ですよね。遊びはお金がかかるよ。給料が安いですから、ちょっと無理ですね。そうなの？ドイダンさん。今、お金がないんですか？そうね。諭吉がいっぱいあったらね。毎日ディズニーランド行けるけどさ。草は臭い？違うよ。道に生えてる草のこと、草。ね、木によるな。教えていただけませんか？はぁ、トイホンビャ、トイホンビャ、よ、ね、木によるな。そう。でも、ベトナム人の留学生、結構大金稼いでますよね。100万とか200万とか貯金してて、すごいなって思います。私は日本でアルバイトしてた時は、
最高で60万かな、貯金できたの。60万貯まったらすぐ旅行して全部なくなっちゃった。そう。私、貯金できないんだよね。だから、お金の管理ができる人と結婚したいです。あ、誰か紹介してください。そうそう。そう、貯金ね。最高で60万かな。結構60万でもすごくない？すんごい働いてた。2週間、なんか連続で働いてた。朝から晩まで。SNS、どう書きますか？違う。SNS です。SNS。もう一回草のこと詳しく教えてもらえる？草っていうのは面白いって意味です。だけど、話すとき使いません。例えば、Facebook、Twitter、Instagram のコメントとか、インターネットでよく使います。意味は、使い方は、ベトナム人なのに、ベトナム語話せないの？草！とか、ベトナム人なのに、ベトナム語話せないのは草！そういう感じで使います。草、面白い！と使います。仕事に行ったのに、仕事に行ったのにドレスで行くのは草とか、会社にドレスで行くのは草とか、ドレスっていうのは結婚式みたいな、なんかすごい綺麗なワンピース、服装のことです。エモいはどういう意味ですか？エモい、説明できる。ただ、若者がよく使いますよね。まあ、懐かしい気持ちで胸がいっぱいになるとか、いろんな気持ちで胸がいっぱいになるときに使います。感動したみたいな感じ。草、面白いですか？そうです。そういう感じです。皆さん、勉強できましたか？ OK かな。じゃあね、これで今日のライブは終わりますよ。このライブをシェアといいねとコメントよろしくお願いします。それと、あと、ひなきキャンの Facebook もフォローしてください。Facebook といら、Facebook チェンラ、ひなきキャンです。ひなきキャン、よろしくお願いします。あと、日本語勉強したい人は、稲妻エデュケーションで学びましょう。稲妻エデュケーションは日本語の会話が勉強できます。JLPT も勉強できますよ。もうすぐ12月試験がありますね。N2 合格できそうですか？稲妻で勉強したら合格できますよ。会話勉強したい人も稲妻に来てください。学生はね、実習生とか留学生とか多いですよ。帰国して日本語を使った仕事をしたいなら会話の勉強しないといけませんからね。じゃあ、頑張ってください。稲妻エデュケーション申し込みしたい人は、直接稲妻エデュケーションにメッセージを送ってください。お願いします。チャンプーさん、先生かわいいですね。先生のネイルとっても綺麗ですね。ありがとう。これはね、ベトナムでやったんだよ。かわいいでしょ？で、親指がめっちゃ可愛くない？じゃーん。でっこわ。おやすみなさい。じゃあね、チョコンガーン。皆さん、また、来週、再来週会いましょう。バイバーイ。